第5編「暗がりの追跡に無言の一組」「1計略の稲妻型」読者がこれから読まんとするページのためにまたずっと後になって読者が出会うページのためにここにある注意をしておく必要がある「本書の著者が心ならずも自分のことをここに言えばパリーを離れていることすでに数年に及んでいる」役者中 ユーゴーが国外に亡命していることを言うそして著者が去って以来パリーは次第に趣を変えてきた著者には多少不明な新しい街になってきたけれども著者がパリーを愛することはここにわざわざ言うまでもないことであるパリーは著者の精神の故郷であるただ主樹の破壊・採築を経たので著者の青年時代のパリー 著者が自分の記憶のうちに大切に持っていったあのパリーは、今では昔のパリとなっている。けれどもどうか、そのパリが今なお存在するかのように語ることを許していただきたい。著者が読者を導いて、各々の街路には各々の家がある、というところにも、今日ではもはやそういう街路も家もないことがあるかもしれない。もし読者がローを厭わないならば、それを調べて見られるもよいだろう。 著者の方では新しいパリーを知らないので完全に昔のパリーを浮かべつつ懐かしい幻のままに筆を進めてゆくことにする。故国にあった時に目撃したもののいくらかを後に残すことを思い全てが消えうせはしなかったと思うことは著者にとって嬉しいことである。故国のうちに気がしている間はその街路も自分に無関係なものでありその窓も屋根も戸口もつまらぬものであり。 その壁も没交渉なものでありその樹木もありふれたものであり自分が入りもしないその家は何の役にも立たないものであり踏み歩くその敷石は単なる石くれであると人は思うものであるけれども後に至ってもはや古国に身を置かない時にはその街路が尊くなりその屋根や窓や戸口が惜しくなりその壁が欲しくなりその樹木が懐かしくなり 入りもしなかったその家を毎日訪れ、その敷石の中には自分の内臓や血潮や心を残してきたのであることを人は感ずるものであるもはや見られぬそれらの場合おそらく永久に再び見ることのないそれらの場所しかも心の内に抱きしめているそれらの場所それは一種のれわしい魅力を帯び無限の優秀をもって浮かんでき 目に見える聖地のごとき趣を呈しいわばフランスそれ自身の形となるのであるそして人はそれらを愛しそのあるがままのありしがままの姿を思い浮かべそれに固執して何者をも変ずることを欲しないなぜならば人は母の面影に対するがごとく祖国の姿に執着するものであるからそれゆえに過去のこととして語るのを許していただきたい。 それから次にそのことを注意しておかれるよう読者に願ってそして物語の筆を続けよう。さてジャンバルジャンはすぐにオピタル大通りを離れて裏通りの内に進み入りできるだけ曲がりくねった方向をとり追跡されてい,いはしないかを確かめるために時々急にもっと来た方へ戻ったりしたそのやり方は駆り立てられた鹿がよくやることである。 足跡が残るような場所では主樹の利益があるが中んずく逆航路によって狩人や犬を欺くの利益がある猟犬をもってする狩りの方で逆逃げと称するところのものがすなわちそれであるちょうど満月の夜であったしかしジャンバルジャンはそのために少しも困りはしなかったまだ地平線に近い月は影と光との大きな帯で街路を2つに区切っていた ジャンバルジャンは人家や壁に沿って影のうちに身を潜め光の方を透かし見ることができた影の方を見ることができなかったことを彼はあまり念頭に置いていなかったらしいポリ妨害に続く寂しい工事を進みながら確かに誰も後ろからついてくるものはないと思ったコゼットは何も尋ねずに歩いていた世に出て最初からの6年間の苦しみは 彼女の性質のうちにある受動的なものを注ぎ込んでしまっていたその上これは我々が何度もこれから認めることであるが彼女は自分でもよく知らないうちに数奇な運命とその老人の不思議な様子とに慣れてしまっていたそれからまた彼女はその老人と一緒にさえいれば自分は安全だと思っていたジャン・バルジャン自身もコゼットと同じく 実はどの方面へ今進んでいるかかを知らなかったコゼットが彼に身を託しているように彼は神に身を託していた彼もまた自分より偉大な何者かの手にすがっているような気がしていた誰か目に見えないものが自分を導いていてくれるように感じていたそれに彼は何らはっきりした考えも何らの計画も考案も持ってはいなかった あの男がジャベルであったかどうかも確かでなければまたジャベルであったにしろ自分がジャンバルジャンであることを知ってたかどうかも確かでなかった彼は仮面をかぶっていたではないか彼は死んだと信じられていたではないかけれども確かに数日来変なことが起こっていた彼にはもうそれで十分であったもうゴルボー屋敷へは帰る前と彼は決心していた あたかも巣窟から駆り出された獣のように永住しうる場所を見出すまで一時身を隠す穴を探していたジャン・バルジャンはムーフタールの一角の内にある手樹な入り組んだ工事を歩き回ったその辺りは中世紀の規律をまだ保って消灯規定のもとにあるかのようにもうすっかり寝静まってしまっていた彼は賢い策略を持ってサンシエ街やコポー街を バトワール・サン・ヴィクトル街やビュイ・レルミット街をいろんな風に合わせ歩いたその辺りにはいくらかキッチン宿もあったが適当なのが見当たらないので中に入っても見なかったよし誰か自分の後をつけていたものがあったにしてももうその男を巻いてしまったに違いないと信じていたサン・ティティエンヌ・デューモン教会堂で11時が鳴った時 ポントアーズ街14番地にある警察発出所の前を彼は通ったそれから間もなく彼は前に述べたような一種の本能から振り返ってみたその時発出所の検討のために照らし出された3人の男の姿がはっきり見えた彼らはかなり近く彼の後をつけていて街路の影の方のその検討の下を次々に通っていった そののの人は派出所の門の中へ入って行ってた。けれど先頭に立っている男は明らかに疑わしいと彼には思えた「早くおいで」と彼はコゼットに行ったそして急いでポントワーズ街を離れた彼は円形を描いてもう遅いので閉まっているパトリアルシュの通路を回りエペ・ド・ボア街からアルバレート街へと進みポスト街へ入り込んだ。 そこにつつの四つ筋があった今日ロラン中学のあるところで「ヌーヴ・サント・デュヌーヴィエーヴ街」が交差しているところである。言うまでもなくこのヌーヴ・サント・ジュヌビヴィエーヴ街新・サント・ジュヌビヴィエーヴ街は古い街路であってまたポスト街郵便街の方は10年に一度も郵便馬車さえ通ったことのないくらい寂しい街路である。 ポスト街は13世紀に瀬戸物屋などが並んでいたところでその本当の名前はポー街「砲貝」「坪貝」というのである月はその四つ筋に強い光を投げていたジャンバルジャンはそこのある戸口に身を潜めたもしあの男らが自分の跡をまだつけているのならその明るみを通る時にきっとよく見えるに違いないと推測したのだった。 果たたた。して3分と経たないうちに彼らの姿が現れ四人になっていた皆背の高い男で長い褐色のフロックを着て丸い帽子をかぶり手には太い杖を持っていたその大きな体と大きな拳とは暗闇の中のすごい歩き方とともに気味悪いものであった四個の怪物が一人に化けたようなありさまだった 彼らは四つ辻の真ん中に立ち止まって何か相談するように一軍になった決心のつかぬ様子をしていた彼らの狩猟とも思える一人の男が振り返ってジャン・バルジャンが入り込んだ方向を右手で強く指し示したもう一人の男は眼鏡に反対の方向を指し示したらしかった第一の男が向き直った瞬間に月の光がその顔をすっかり照らし出した ジャンバルジャンは十分にジャベルの顔を認めた 2>, 2幸運なるオーステルリッツ教の荷車ジャンバルジャンにとってはもはや疑う余地はなかったしかし幸いにも4人の男の方にはまだ疑念があった彼は4人が躊躇しているのを利用した彼らには損失の時間だったが彼には儲けの時間だった彼は潜んでいた戸口から出て ポスト街を植物園の方へ進んで行った。コゼットは疲れてきた彼はコゼットを両腕に取り上げて抱いて歩いた一人の通行人もなく月夜のために街灯もともされていなかった彼は足を速めた数歩進むと瀬戸物やゴブレの店のところに達したその家の前面には次のような古い文句が月の光ではっきり読まれた ゴブレ息子の工場はここじゃ亀瓶花瓶缶ンガ、何でも望んでおいでなされお望み次第に売りますじゃ彼はクレーガイを後ろにして次にサン・ビクトルの泉のところを通り植物園に沿って低い街路を進みそして川岸まで達したそこで彼は振り返ってみた川岸にも街路にも人影はなかった 自分の後ろには誰もいなかった。彼は息をついた彼はオーステルリッツ橋に差し掛かった当時はなお橋銭の制度があった彼は番人のところへ行って一数渡した「二数だよ」と橋番の老人は言った「歩けるくらいの子供を抱いていなさるから二人分払いなさい」 彼はそこを通って手がかりを残しは済まいかと心配しながら金を払った逃げるには潜みゆくようにしなければいけないものであるちょうどその時一台の大きな荷車が彼と同じくセーヌ川の右岸の方へ渡っていたそれは彼に利益だった彼はその荷車の陰に隠れて橋を通ることができた橋の中ほどに来た時 コゼットは足がしびれたたた。から歩きたいと言った彼はコゼットを下に下ろしてまたその手を引いた橋を渡り終えると前方に少し右手に当たって建築材置き場が見えた彼はそこへ進んでいったそこまで行くには月に照らされた打ち開けた場所をかなり歩かねばならなかったが彼は躊躇しなかった追っかけてきてた者らは確かに道を迷って 自分はもう危険の外に出していると彼は信じていたまだ探されてはいるだろうがもう後をつけられては済まい小さな街路シュマン・ベール・さんタントワーヌ街が壁に囲まれた2つの建築材置き場の間に通じていたその街路は狭く薄暗くて特に彼のために作られているかのようだった彼はそれに入り込みながら後ろを振り返って眺めた そこから彼はオーステル・リッツ橋をすっかり見通すことができた四個の人影が橋に差し掛かっているところだったそれらの人影は植物園を背にして右岸の方へ来ようとしていたその四つの人影こそあの四人の男であったジャンバルジャンは再び捕らえられた獣のように身を震わしたただ一つの希望が残っていたすなわち 自分がコゼットの手を引いて月に照らされた空き地を通った時には、多分四人の男はまだ橋に差し掛かっていず、自分の姿を認めなかったであろう。果たしてそうだとすれば、前にある工事に入り込み、建築材置き場か野菜畑か、畑地か建物のない空き地下に出て逃げ延びることもできるに違いない。今はそのひっそりした工事に身を託すことができるように彼には思えた。 31727年のパリの地図300歩ばかり行った時ジャンバルジャンは街路の分岐点に達したいずれも斜めに右と左との二筋に分かれていた彼の前にはちょうど Y の2本の枝のような通りがあったいずれを選ぶべきか彼は躊躇しなかった右を選んだ なぜか、左の枝は角外の方へ言い換えれば人の住んでいる場所の方へ通じていたが右の枝は田舎の方へ言い換えれば人のいない場所の方へ通じていたからであるけれども二人はもう早く歩いてはいなかったコゼットの足はジャンバルジャンの歩みを遅らしていた彼はまたコゼットを抱き上げたコゼットは彼の肩の上に頭をつけて 一言も口をかかなかった。彼は時々振り返っては眺めたやはり注意して街路の薄暗い方をたどった街路は後ろにまっすぐに見えていた最初23度振り返った時には何も見えずただひっそりとしていたので少し安心して歩行を続けたそれからまたしばらくして振り返ってみると今自分が通ってきたばかりの街路に 遠く闇の中に何か動いているものが目についたような気がした彼はただ前方へ歩いて行ったというよりむしろ突進していったある横丁を見つけてそこから逃げ出しもう一度後をくらますつもりだった彼は一つの壁に行き当たったけれどもその壁は行き止まりにはなっていなかったそれは今彼が歩いてきた街路に続いている横通りの壁だった そこでまた彼は心を決めなければならなかった右へ行くか左へ行くかに彼は右の方を眺めた工事は小屋や物置などの建物の間に細長く続いていてその向こうは行き止まりになっていたその袋町の底もはっきり見えていた大きな白い壁が彼は左の方を眺めたそちらの工事は開けていた そして約200歩ばかり向こうにはその工事が通じている街路が見えていた安全なのはその方であった彼はその工事の向こうに見えている街路に出ようと思って左へ曲がろうとしたその時彼が出ようとしている街路とその工事との落ち合っている角のところにじっとして動かない黒い立像のようなものが見えたそれは誰か一人の男で 明らかにににそこに見張りにやっってきて、てき通路を塞いいでで待っていたのである。ジャン・バルジャンは後に下がった。ジジャャンンバルジャンがいたパリのその1地点はサン・タントアーヌ閣外とラ,ンラーペの一角との間であってその後の工事のために今は全くありさまが変わっている場所の一つであるあるものはそれを集荷だと言いあるものはそれを面目一新だと言うがとにかく変わってしまった。 二十歳や建築材置き場や古い建物はもうなくなってしまっている今日ではそこに新しい大通りがあり演芸場や曲芸場や競馬場があり停車場がありマザスの監獄があるその懲罰期間まで備えてなるほど進歩である管理員を四国院と呼びオペラ・コミック座をフェードー座と呼び続ける伝統本位の普通の俗語では ジャンバルジャンがたどり着いたその場所は半世紀前までは「プティ・ピクピス」と呼ばれていたサン・ジャックモンパリーモンセルジャンモンポルシュロン・ガリオートセレスタン・カピュサン・マイユ・ブールブ・アルブル・ド・クラコビー・プティ・ト・ポローニュ・プティ・ピクピスそういうのが新しいパリーのうちに残っている古いパリーの名前である。 民衆の記憶はそれらの過去の残物の上に漂っているそれにプティ・ピクピスは単に輪郭ばかりでほとんど形を備えたこともなかったのでスペインの町の修道院みたいな面影を持っていた道路には敷石もよく敷いてなく街路には人家もまばらであったこれから述べる23の街路を除いては全て壁ばかりで石箔たるものだった 焦点ももななければ馬も通らなかった。ようやくところどころに窓からろうそくの光が見えているのみで明かりは全て十時には消されてしまった庭園に修道院に建築材置き場に野菜畑ところどころには低い家それから人家と同じ高さの大きな壁全盛期におけるその一角はまずそんなありさまだったそれが革命のためにすでに ひどく損なわれた共和政府の土木木下のために破壊され貫かれ穴を開けられた人海貯蔵所まで設けられていたそして今から30年前には新しい建物のためにその一角はほとんど塗りつぶされてしまった今日ではもう全くその姿がなくなってしまっている今日ではどの地図にもその後さえとどめていない しかしそのプティ・ピクプスの一角は1727年の地図にはかなり明らかに示されていたすなわちパリンのプラートル街と向き合ったサンジャック街のデューニー・ティエリー書店とリヨンのペルダンスのメルシエール街のジャン・ジラン書店と両方から発売せられた地図には載っていたプティ・ピクプスの一角のうちで我々が街路の Y Y 系と呼んだところのものはシュマン・ベール・サン・タントアヌ貝の2つの枝からできていて左の方のをピクピュス工事といい右の方のをポロン総貝と言っていた Y の2本の枝はその頂がいわば1つの棒で結ばれていたその棒をドロア・ムール貝と言っていたポロン総貝はそこで終わっていたがピクピュス工事は先まで通じていて ルルノアール市場の方へ登っていたセーヌ川からやってきてポロン僧街の端まで来るとドロア・ミュール街が左手に当たりそれが直角に折れ曲がっているのでその街路の壁が真正面に見え右手にはその街路の一辺が伸びていてそこは出口がなくジャンロー袋町と呼ばれていたジャンバルジャンがいたのはそのところであった前に言った通り ドロアミュール街とピクペス工事との出会った角に見張りをしている黒い人影を認めた時彼は後に下がった何ら疑う余地はなかった彼はその男から待ち伏せされていたのであるどうしたらいいかもう後に引き返すだけの時間はなかった先刻、後方遠く影の中に何か動くものが見えたのは確かにシャベルとその手下のものであることは疑いなかった ジャベルはもう既にジャンバルジャンが通り過ぎたその街路の入り口に来てるに違いなかった前後の事情から察してみるとジャベルはその迷宮工事の地理をよく心得ていて手下の一人を出口の見張りに使わすだけの注意をとったものと見えるそれらの推測は的確な形をとって突然の風に一握りのほこりが舞い上がるようにジャンバルジャンの痛ましい脳裏ににわかに渦巻き上がった 彼はジャンロー袋町を覗いてみた。そこは行き止まりになっている。彼はピクフェス工事を覗いてみた。そこには見張りの男がいる。月の光に白く輝いている歩道の上に黒く浮き出しているその忌まわしい姿を彼は見た。前に進めばその男の手に落ちる。後ろに退けばジャベルの支柱に身を投ずることになる。 ジャンバルジャンは徐々に挟まってくる網の内に捕らえられているような気がした彼は絶望して天を仰いだ 4. 闘争の暗中模索次のことをよく理解せんにはドロア・ムール街の正確な観念を得ておかなければならないそして特にポロン層街からドロア・ムール街へ入ってゆく左手の角をよく知っておかなければならない ドラアムールの工事はピクペス工事に出るまで右側にはほとんど全て貧しい外見の人家が並んでいた左側には何軒にも分かれているいかめしい線の長屋が立っていてピクペス工事に近づくに従って1階2階と次第に高くなっていたそれでその長屋はピクペス工事の方では極めて高くなっていたがポロン層外の方ではかなり低かった。 そして前に行ったその角のところでは、ただ一つの壁だけの高さにまでひくまっていた。その壁はきっかり街路に接していなくって、ごく引っ込んだ一断面をなしていたので、ポロンソー街とドロアムール街と両方から見るものがあっても、その二つの角に遮られて見えないようになっていた。その切り取られた断面の両方の角から出ると、ポロンソー街の方では、 四十九番地という表札のある一軒の陣下まで壁が続いておりドロアムール街の方では壁はずっと短くて前に行った薄暗い長屋のところまで行っていてその切り妻を切り取りそうして街路にまた新たな引っ込んだ角をこしらえていたその切り妻は陰気なありさまをしていてただ一つの窓なおよく言えばトタン板を着せた二枚の雨戸切りついていないで。 それれも常にめられていた。我々がここに描いているこの場所のありさまは厳密に正確であってこの一角に昔住んだことのある者の,の頭には必ずやごくはっきりした記憶を呼び起こすであろう。壁の切り取られた断面はその全部が一種の大きなみすぼらしい門みたいになっていた。それは縦に多くの板を寄せ集めた不格好なもので。 上の方の板は下の方のものより広く皆横に打ち付けた長い鉄の束で留めてあったその横の方に普通の大きさの正門があってこしらえられてから明らかに50年とは経っていないらしかった一本の菩提樹の木がその切り取られた壁の断面の上から枝を広げておりまたポロン層街の方では壁の上にツタがいっぱい絡みついていた。 差しまった危険のうちにあることを感じたジャンバルジャンはその薄暗い長屋がなんとなくひとけなくひっそりしているのに心ひかれた彼は急にその長屋を見回したもしその中に入ることができたら多分助かるだろうと思った彼はまずそういう考えと希望とを得たドロアムール街に面するその建物の正面の中ほどには 鉛の古いロート型の鉢がどの階の窓にもついていたそして中央の管から分かれてその鉢の角へ通じている主樹な管の枝が建物の正面に木の枝のように浮き出ていたそのたくさんの節を持った管の枝は昔の農家の正面によじれ絡んでいる刈り込まれた古いブドウの鶴を真似たものであったブリキや鉄などの枝のついたそのおかしな壁果樹が 最初ににジジャャンンバルジャンの目に止まった。彼はコゼットを車よけ視に背を持たして座らせ黙っているように命じてそれから管が地面についているところへ走っていった多分そこから登って家の中に入り込む方法があるだろうと思ったのであるしかし管は古くなっていて役に立たずほとんど壁から離れてグラグラになっていたその上静まり返った建物の窓はどれも皆 屋根裏の窓でさえ大きな鉄の格子がはまっていたそれからまた月の光はその正面にいっぱいさしていてそこを乗り越えようとすれば街路の端で見張りをしている男に見つかれる恐れがあったそれからまたコゼットをどうすればいいか四階の高さの家までどうして彼女を引き上げられよう彼は管についてよじ登る考えをやめてポロン草外の方へ戻るために 壁に身を寄せて張ってっきたコゼットを残しておいた壁の断面のところまで来た時そこは誰からも見られないことに彼は気づいた前に説明した通りそこはどちらから見ても見えないようになっていたその上そこは影になっていたそしてそこに2つの門があったあるいはそれを押し開けられるかもしれなかった壁の上から菩提樹の木とツタとが見えているところを見ると 中は明ららかかに庭に庭なっっているらしかった。樹木にはまだ葉は出ていなかったが少なくともそこに身を隠して夜が明けるまで潜んでいることができるかもしれなかった時は過ぎ去ってゆく早くしなければならなかった彼は黄門に触ってみたそしてすぐにその戸は内側両方から締め切ってあることを知った彼はなお多くの希望を抱いて もう一つの大きな門に近づいていてった。それは恐ろしく追い朽ちていて大きいので一層弱そうで板は腐っており3つしかない鉄のタガは錆びきっていたその錆び朽ちた戸を押し破ることはできそうに思えたところがよく見るとそれは実は門ではなかった肘金も蝶つ貝も錠前も真ん中の合わせ目もなかった鉄のタガは 一方方から他方へ続けけざまに打ちつけてあった板の裂け目から彼はいい加減にセメントで固めた礎石や切り石を覗き見ることができた今から十年前まではなおそこを通る者はそれらのものを見ることができたのであるその戸みたいなものはただ壁の上につけられた木の覆いに過ぎないことを彼は狼狽しながらも自ら認めざるを得なかった。 板を引き剥がすことは何でもなかったがその先にはさらに壁があるのだった5ガストーにては不可能のことその時調子をとった重い響きが向こうに聞こえてきたジャンバルジャンはその街路の隅から少し覗き出してみた78人の兵士が列をなしてポロン層街に現れてきたところだった銃剣の光るのが見えた それが彼の方へやっってきつつあった。その兵士らはジャベルの高い姿を先に立てて徐々に注意して進んできたしばしば立ち止まった明らかに彼らは壁の隅戸や路地の入り口などを調べつつやってくるのだったそれはジャベルが道で出会って助力を求めた純らの兵士らであったろうその推測は間違いなかったジャベルの手下の2人が その列の列うちに加わっていた。彼らの歩調と時々立ち止まる時間等を測ってみるとジャンバルジャンがいるところまでやってくるには15分ばかりはかかりそうだったそれは実に恐ろしい時間であった三度口を開いた恐ろしい圏外からジャンバルジャンはわずか十数分を隔てているのみだったそして今度の時計上は単なる時計上のみではなく コゼットをも永久に失うことであった。すなわち墳墓の中に置けるような生活をしなければならなくなるのであったもはや逃げ道はただ一つきりしかなかったジャンバルジャンはいわば二つの袋を持っているとも言える特質をも備えていた一つの袋には聖者の考えが入っておりもう一つの袋にはートの恐るべき才能が入っていた彼は場合に応じて いず手術の,の,の技能があったうちでも特に通論時計上をしばしば脱走した経験から彼は読者の記憶する通り、当の妙に長じていた。はしごもなくかすがいもなくただ筋力だけで首と肩と腰と膝とで身を支えて石のわずかな突起につかまって壁のまっすぐな角を 場合によっては7階くらいの高さまでもよじ登ることができた20年ばかり前パリのコンシェルジュリー監獄の中庭の壁の隅を州ト・バトモールが乗り越えてその壁を有名,なし有名になし恐ろしくなしたあの技能であるジャン・バルジャンは菩提寺の枝が差し出ている壁の高さを目分量で測った約18尺ばかりの高さだった その壁が大きな長屋の建物の切り妻と出会っている角のところには下の方に三角形の大きな水塀がついていたおそらくその至って便利な引っ込んだ場所にいわゆる通行人と称する要弁人らを立たせないためのものであったらしいそういうふうに壁の隅を塞いだものはパリにいくらもあったその筑塀は高さ5尺ばかりだった その頂から壁の上までよじ登るべき場所は14尺に満たないほどだった。壁の上には平たい石があるのみで何の覆いもついていなかった。ただ困るのはコゼットだった。コゼットの方は壁を乗り越すことができなかった。では彼女を捨ててしまうか。ジャンバルジャンはそんなことは夢にも考えなかった。と言って連れて登ることは不可能だった。 その異常な盗犯をやるには、自分一人で全力を尽くさなければならなかった。少しの荷があっても、重力の中心を失って下に落ちるに決まっていた。そこで一筋の縄が必要になってきた。ジャンバルジャンはそれを持っていなかった。ポロンソーのその真夜中に、どこに縄が得られよう。もしその時にジャンバルジャンが一王国を有していたとしたら、確かに彼はそれをも、 のの縄たために惜ししみはしなかったろう。「あらゆる気球な場合にはそのひらめきがあるものであるいは人を盲目にしあるいは人の目を開かせる」「ジャン・バルジャンの絶望した目はふとジャンロー袋町の街灯の柱に落ちた」「その当時パリーの街路にはまだガス灯がなかった」「夜になるとそこここに建てられている反射灯をつけるのであったが」 それは町の一方から他方へ引っ張られて柱の細穴にはめられている一本の綱で上げられたり下ろされたりするのであったその綱が巻かれる軸はランプの下の小さな鉄の箱の中にはめ込んであって箱の鍵は点灯符が持っておりその綱の方はある高さまで金属を着せて守ってあった。 ジャンバルジャンは命がけの勢いで街イをひととびに飛び越し、袋町に入り、ナイフの先で小さな箱の缶抜きを外し、そしてすぐにコゼットのところへ戻ってきた。彼は一筋の綱を手にしていた。あらゆる手段を見出すそれらの陰惨な人々は、運命と争う折、急速に仕事をやってのけるものである。前に説明した通り、その夜、街灯は灯されていなかった。 ジャンロー袋町のランプももとより他のと同じく消えていたでそのそばを通ってもランプが普通のところについていないことに目を留めるものはなかったろうそのうちにもその時と場所と暗闇とジャンバルジャンが夢中になっていることとその異様な態度やあちらこちら飛び回っていることなどは次第にコゼットを不安ならしめていた他の子供だったら もうう。よほど前から大声に泣き出していたろうがコゼットはただジャン・バルジャンのフロックの裾に捕まっていた次第に近づいてくる純らの兵士らの足音はますますはっきり聞こえていた「お父さん」とコゼットは低く言った「私怖い向こうから来るのは誰なの?し」「死テナルディエの神さんだよ」と不幸な男は答えたコゼットは身を震わした 彼は付け加えた。「黙っておいで私のするままにしておいで声を出したり泣いたりするとテナルディエの神さんが待ち受けてるよお前を取り戻しに来ているんだよ」。それから別に急ぎもせずしかし全てを一度でやってのけるようにしてしっかりした簡単な正確さでそれも純ラとジャベルトが刻一刻に押し寄せつつある気球な折りなので一層驚くべきことではあったが。 彼は自分の襟飾りを外しそれをコゼットの両脇の下に体を痛めないように注意して祝え会員たちがツバメ結びと称する結び方でその襟飾りを綱の一端に祝え綱の他の一端を口に加え靴と靴びとを脱いで壁の向こうに投げ込み追兵の上に登りそして壁とり妻との角をよじ登り始めたがあたかも か,かと,と肘とをはしごにかけてるかと思われるほど確実自在なものだった半分時と立たないうちに彼は壁の上に這い上がったコゼットはあっけに取られて一言も口をきかずに彼を見守っていたジャンバルジャンの言いつけとテナルディエのカミさんという名前とが彼女を氷のように冷たく縮み上がらしていたたちまち彼女は ジャンバルジャンが声を低めながら自分に呼びかけているのを聞いた「壁に背を向けなさい」彼女はその通りにした「口をきいてはいけないよ」「怖がってはいけないよ」とジャンバルジャンはまた言ったそして彼女は地面から引き上げられるのを感じた自ら気がつかないうちに彼女は壁の上に来ていたジャンバルジャンは彼女を捕らえて背に担ぎ その小さな両手を左の手で押さえ肩腹ばいになって壁の上を切り取られた断面のところまでやっていったそこには彼の推察通り一つの小屋があって木の塀の上から屋根が差し出て緩やかな勾配をなして地面に近く垂れていて菩提樹の木とすれすれになっていた幸せなことだったというのは壁はその内部の方では 外の街路の街方よりもずっっと高くなっていた。ジャン・バルジャンは自分の下の方ごく深くに地面を認めた彼が屋根の斜面のところへ達して壁の頂から離れようとした時に激しい音が純らのやってきたことを示したジャベルの雷のような声が聞こえた「袋町を探してみドロアムール街にもピクペス工事にも見張りがついている。 きっと袋町のうちににいるに違いない。る違な兵士らはジャンロー袋町のうちに入り込んでいったジャンバルジャンはコゼットを追いながら屋根を滑り降り菩提樹に取りついて地面に飛び降りた恐怖のためか元気を出したのかコゼットは息をも潜めていた両手には少し擦り傷がついていた